ホストになってから、警視に名前を変えた。談笑とか風俗って呼ぶ奴がいる。好きな呼び方じゃない。人に幸せを与えるものに対して礼儀のない呼び方だから。それが俺たちの仕事。女に幸せを売る。すべての女性に。払ってくれる時間の分だけ、俺はあなたのもの。それが俺たちの仕事だから。愛と気持ちを売る仕事。この仕事の実際って、ほとんどが同じ業界で働く女の子たちで成り立ってる。あの子たちは普通の生活なんて持てるはずない。こういう仕事を受け入れてくれる奴なんかそういない。後ろめたさがあるから。だから俺たちのところに来る。俺はそばにいてあげる。シャンパンコールをもう一度くれさえすれれば。ホテルで会わなきゃいけない女もいる。セリカは毎週俺に会う。木曜日に。最近は歌舞伎町で見かけなくなった。旦那がいる。一度だけそいつに見つかった。ナミは踊るのが好きな子。あの子は満たされないものを抱えてる。他の子と違って話したからな。感じられる愛を求めてる。他の子たちと同じ。それに値段をついてもいい。お客さんを好きになっちゃうことって、この仕事するのに一番危ない。ほとんどのホストがそうやってやめてる。誰にでも良心はあるよね。俺は10年以上働いてる。1日でボトル10本まで開けてた。もうそんなことできない。医者が胃潰瘍があるって言って、仕事になんない。もう前みたいなホストじゃないよ。でもこれが俺の知ってる限りかな。これが俺の家族、俺の兄弟、俺の親戚みたいなもん。東京に来た時、普通に道でスカウトされた。
伊勢さんはネバーランドのナンバーワンだった人。みんなでピーターパンって呼んでた。俺たちがロストボーイズ。俺を見つけてくれて、鍛えてくれた。俺が知ってることを全部伊勢さんに教えてもらった。俺に住む場所も用意してくれた。それで急にいなくなった。ピーターパンでも成長するのかな。久しぶりです。久しぶり。元気ですか。まあ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 、まあまあ、本当に、うん、飲んでる。面白いことやってよ。にゃんにゃん。全然可愛くない。全然可愛くないよね。可愛いっしょ。俺この店で一番可愛いと思うんだけど。なんで。え、なんかもっと笑わせてほしい。なんだよ。最近あんま面白くないから。マジで来てくれてない。うん、そうだっけ。前もっと面白かったもん。俺そんな面白くない。もう最近全然面白くない。マジで。うん、うち一番面白いやつよ。うん、やってやって、ねね、一番面白いやつよ。うん、読んできて、読んできて。クリア。ほら、お題座って。え、これ何。やばい、俺やばい。俺座ったらいい。こっちなんか全然面白いよ。俺かかなく勝手に座りやつだけどいい。うん、いいよいいよ。こっちに座って。お母さん、ひらくん、来てくれたの。当たり前じゃん。っていうか来てくれたの。ありがとう。会いたかった、マジで。ごめん、たまく大丈夫な、痛くない。はい、結構嘘。結構、今日忙しいんだよ。そうなんだ。